はい、皆さんこんにちは、カズエンドです。こんにちは、トクです。ようやくですね、私ゲットいたしました。ゲット、まあただね、彼をゲットするためにはいろんな紆余曲折というかね、かなり厳しい戦いがありました。そちらの模様はね、下の、リンクを貼っているんでご覧ください。ということで、この動画、今回のこの動画はですね、彼、キワムくんですか？はい、キワム。キワムくん、すごい名前だね。キワムくんを SR プラス5にするという動画でございます。はい。まだまだね、イベントは続いています。うん、なので、まあ、本当にね、安牌でプラス5を目指すんであれば、まあ、ここでプラス5を目指すというよりも、そのイベント全体を見ながらプラス5になるように、うん、なんていうの、強化をしていくっていうのが多分正しいやり方だと思う。そんなん、俺には無理だ。早くプラス5にしたい。一回でも見たいっす、見たいっす。何を見たいの？ここで、この最初の手に入る、うん、全部取り切ったじゃないですか、一回目の、うんうん。1等から2等から3等まで全部、うん。それでどこまでプラ5とか出せるのかをちょっと見てみたい。うん、で、今、状況としてみる、あるのが、PR プラス2っていうのが1体います、うん。で、PR が合計5体いて、PR プラス2が1体って感じですね。うん。うん、このね、プラス2っていうのは、R をね、ちょっと整理するために食わしたっていう感じですね。はい。うん。で、やり方としては、まあ、R が1、2、3、4、5、6、7、8、9体いる。うん。この R を、まずね、PR プラス2のところにかけて、こいつをプラス5にして、それを食べさせる。はい。うん。そのやり方がいいんだよね、きっと。ですね。うん。R はプラ5にして食わせますか？それとも1体ずつ、いかせますか？でもさ、足んないじゃん、それで見ると。だって俺もこんだけ聞かないよ。だからもう、1体ずつ PR プラス2にかけて、ここをなんとかプラ5になるために頑張ってもらわなきゃダメじゃない？じゃあそれでいきますか。え、他に何があるの？いや、それか、うん、だから PR、あ、違う、R プラ5にして、うん、その PR プラ2のやつを5にする。あ、そっちね。はい。でもそれ怖くない？もうどっちも怖いですよ。うん。でも、運なんで。そうだよね。もうそこの入り口でも、うん、どっち選択するかで。いや、俺はまずこの PR プラス2っていう、これを5にする。プラス5にする。はい。で、それを SR にかけて、2回から3回解放してくれたらすごい嬉しい。うん、そこを目指します。で、その PR、あ、違う、うん、R の使い方です。R、R。R はもうここに突っ込む。一匹ずつ。一匹ずつ突っ込む。おう。どう？ OK です。皆さん。じゃあ今回そのやり方でいきましょう。皆さん結構これに関して言うとね、やっぱりいろんなご意見あるかと思いますけども、我々この方法でいきたいと思います。もったいないって思うかもしれないですけど、これでいきたいと思います。まあまだイベント続くから。そうですね。うん。いずれまたプラゴリアになると思う。そう、その方法でいきたいと思います。これ使うのもったいないよね。うわ、今じゃなくていいです。これは、俺はね、もうライチ専用って決めてるんですよ。うん。これってさ、まとめてかけるのとさ、一個ずつかけるのなんか違ったりするの？これは、うん、一個ずついった方がいい。一個ずつ。一個ずつ。一個いくよ。一個ずつで。わかったよ！OK。よしよしよし。OK。あれ、ガー食わせると、うん、100止まりになると思うんで。30、30、30、30、30、30で、うん、でも 100% なんですよ。うん、だもしかしたらプラス1で終わるパターンもあるんで。ああ、そういうことね。ちょっとロックしたら、これ返しとか。さあ、ここで4とかになっとこう。なっとこう。なっとこう。ケイ。よっけ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 。したら、これ。今別のやり方が生まれましたよ。なになになに？ 2、4、6。R を、うん。ちょっともう解除しとこう。確実に、うん。プラ5にして、うん、PR に確実にプラ1にさせる。そっちの方がいい？いや、どっちでもいいです。待って、1、2、待って、1、いや、もうここまで来たら1匹ずついきますか。1匹ずつでいいだろ。そうそう。行くだろ。1匹ずついきましょう。ん？ 1 キュアム行きましょう、1キュアム。1R キュアム行きましょう。これな。はい。すいません。俺全部スルーしてるけどいいから、大丈夫か。はい。さあもう、ここスムーズに行こうぜ、スムーズに、スムーズに。ああ、もう一回ぐらい。そんなわけないですね。
そんな甘くねえな。あ、やばい。甘くないそれ。このエラーはやばい。このエラーはやばかった今。やばい。え？悪夢の始まりこれ。え？え？来た？始まった？いや、徳の言ってた通りにすればここは安牌だった。が、しかしやばいぞ。あと、あと何体いる？あと何体いる？もう2体しかいない？頼みますよ、カズさん。ゲゲゲー。危ない。よし、さあこれで SR プラス1には必ずなります。うん、うん、必ずなるんだが、これね、もうちょいプラ5でかけると何段階かいく可能性があるんだよね。はい。え、これ5段階いく可能性もあるってこと？5はない気がします。特最高でどのぐらい見たことあるの？俺2っす。2まであるってこと？はい。いやけどこれ、うん、1か2っすよ。大抵1だと思います。あ、そうなんだ。いや、わかんないですけど、うん、3、4アントがもうきついんじゃないですか。でさ、俺のさ予定ではさ、これで3いってもらって残り4枚で4、5って上がる予定なんだけど。そんなジャンプアップいくかな。信じましょう。よし、信じ。え、これさ、ちなみにね、これいくじゃん。はい。で、1個しか解放しなかったとしたら残りどうしたらいいの？いや、その時考えましょう。もう分かった、いきます。ここでいくついくか頼む。極む、お願い、極んでくれ。はい、一個、もう一個来い、もう一個、二個、オッケー、興味、もう一個来い、もう一個。いやー、まあ、まあでも2いったぞ。キュアム頑張った。2いったぞ。3、4、5。わ、これ4分の3ってこと？違う？確率。そんなんじゃねえな。これでも結構きつくない？今2でしょ？あと3つ解放しなきゃいけないんでしょ？とりあえず1個いってみようか。これもったいないの、これ。こうやって。プラン2だったら、うん、いやー、むずい。いや、もうほんとわかんないですよね。運なんで。うん。ただ、その次、うん、またイベント続けていく中で、うん、やっぱり PR プラゴにして、食わせるってやり方が多分、無難ではあると思うんですよ。無難ではあると思うんですよ。俺もそう思う。ただ別にここで一個ずつ食わせて、うん、プラゴに行かないわけじゃないじゃないですか。まあ可能性はあるとし、ここはでも俺全部 PR かける予定でいるよ今。じゃあ行きましょう。だってさ、プラス5にするための動画だもん。行かなかったら。ちなみにイベントいつまでだっけ？20。俺週末そんな頑張れない。あと2日だぞ。頑張るしかないってことだよね。あ、俺やだな、こういうやり方やだな。安牌に行きたいな。でもね、俺の人生安牌に生きてきてないから、いろんな波がありました。でも戦って勝つんだよ。勝て、キュイキュイ、すげえ面白いよ。戦ってね、やっぱり勝っていかなきゃいけないんだ。気持ちなんですよ、すべては。この気持ちが強いか弱いか。もう一回も失敗できないです。一回も、一回も失敗できない。もう、もう、お願い、どう、終了。これでね、この動画内でプラス5になることはありませんでした。ただですね、もう一枚ありますから、ここでね、素直に次につながる戦いをさせてはくれませんでした。OK です。次頑張りましょう。はい、ということで今プラス3でございます。うん、残り2日間ですね、なんとか頑張ってここをね、ここを目指したいと思います。せっかくだから行きたいね。いや、行きたいですね。うん、技術ボーナス16つらなかなかでかいですよ。そうだよね、なかなかでかいです。うん、はい、頑張っていきたいと思いますんで、引き続き動画の方よろしくお願いします。バイバイ。バイバイ。くそー。楽しかった。